はい、皆様こんばんは。僕のイタリア料理武者修行の、時間になりました。本日は京都のカデルビアーレの渡辺武将って書くんですよね。武将と書くんですね。はい。私たちはなんか竹政くんとかっていうふうに呼んでいるんですけれども、まあお話を聞いてみたら、まあ、面白いって言って一人で面白がってちゃいけません。では早速、シェフのお話を聞きたいと思います。それでは、シェフ。はい。それではお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。京都でですね、イタリアレストランを営む、カーデルビアレというお店を営んでます、渡辺と申します。よろしくお願いします。今日は、僕の、イタリア修行時代とか、武者修行のお話しさせていただきます。そして今ですね、お店、自分でお店をして24年ぐらいになるんですけど、その間に、いろんな店舗展開したお話とかですね、どうして僕がこのイタリアにのめり込んだとか、そんな話をちょっといろいろとですね、お話しさせていただきたいと思います。普段ですね、自分は、あまり昔のことを振り返らないとか思い出してあまりしない方なんです。実際性格上ですね、もう前のことしか考えてなくて、今回、こういうお話をいただいてですね、自分の人生がこんなんだったんだなっていうのを改めて思い出させていただいたのが、もう本当、南本先生にすごく感謝しています。はい。でもこれからもやっぱり僕は多分ずっと先のことって、今と先のことばっかり考える性格なんで、そういうことも踏まえながらちょっとお話しさせていただいたと、いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では。アバンティ。はい、お願いします。僕のイタリア武者修行です。よろしくお願いします。僕はですね、京都に生まれました。で、1971年生まれの52歳です。今現在ですね、京都で3店舗お店してるんですけど、早くからですね、やっぱりなんていうかね、独立願望が強かったので、その話もしたいんですけど、まずはですね、僕が京都でお店をしたきっかけなんかもあるんですけど、それは次にお願いします。アバンティ。はい、さっき冒頭でちょっとお話したんですけど、イノシシ年なんです。なので、もうイノシシ同士の方はわかると思うんですけど、あまり周りの話を聞かないんです。はい。これがいいのか悪いのかわからないんですけど、自分的にはすごく気に入ってまして、自分がこういうことをしようと思ったら、もうそのことに一筋に納得いくまでですね、完璧じゃないですけど、もう自分が納得いくまでに、すべてそれに費やすような人生を送ってきました。はい。本当に、早くに自分のお店を持ちたいと思った夢を、正直言うと25歳で持とうとか考えてたんですけど、なかなかやっぱり人生難しかったんで、若干遅れましたけど、もうそのことばっかり考えて毎日を過ごしてました。修行時代も、お店、修行中も自分でお店をする、早く自分がお店をして、なんか流行らすとか、そういうことばっかり考えてました。はい、アバンティ。はい。で、京都に生まれたんですけど、写真にあるんですけど、小さい頃からですね、車とか機械とかが大好きだった。で、遊びもおもちゃも車とかバイクとかですね、そういうのでずっと遊んでました。そして、これもよく聞かれるんですけど、うちのシェフはどうしてこういう仕事したの？ご実家がなんかそういう仕事してたの？ってよく聞かれるんですけど、うちの家庭は全く畑違いの仕事をしてまして、父親は大学の教授でした。なので、もう小さい頃からですね、もうやっぱり勉強しろとか、なんかこう、語学勉強。で、英語を教えてたので、英語の勉強しろとかですね。あとはもう早く大学行く用意しろとか、なんかそういうことをよく言われてました。もうもちろん、性格上ですね、そんな話言われても、聞かなかったんで、
もう勉強嫌いにはなりました。ただですね、海外に興味を持ったのは多分父の仕事で、父がですね、仕事で海外に行ったんですけど、ニューヨークやロサンゼルスとかですね、中国に、なんか僕を連れてってくれたんですね。で、なんかおぼろげに海外に対しての抵抗というか、なんかこんな世界があるんだっていうことは、おぼろげに子供の頃になんか感じたのを覚えてますね。で、あとまあそうですね、アメリカ行った時に、なんかこう、日本料理じゃない食べ物を食べた記憶が何かあります。ちょっとその頃はまだ食に対してあまり貪欲じゃなかったんで、おぼろげなんですけど、そういう海外に興味を持ったきっかけももしかしたら父の影響があるかもしれないですね。アバンティ。そして、私の母もですね、高校で英語を教えてた教師だ。父と母は大学時代に、お互い英語科で出会ったと聞いてます。そしてやっぱり、父と母は、勉強ができた方なんで、やっぱり僕に将来苦労させたくないのかなとか、そういう思いがあったと思うんですね。常に勉強しなさい、勉強しなさいっていうのはよく言われてました。でももう本当に、そう言われば言われるほど自分の性格上勉強したくない。そういう思いが強くなっていたのを覚えています。あとはもう母がですね、僕がこの仕事ついたきっかけ、もういろいろ今回、長野先生といろいろ打ち合わせを話しているときに、やっぱり思い出したんですけど、母がですね、あまり体がそんなに強くなく、ちょっと病弱だった。なので、家の食事なんかが、添加物ないものとかですね、化学調味料を使ってないものとか、無農薬野菜とかですね。で、例えば鶏肉料理でも、ブロイラーではなくて、地鶏のお肉を使ったとかですね。まあ、それが普通にの食事で出してくれたんですね。で、よく母親とかに、まあ、中学生の時とかも、友達なんかは、マクドナルドのファーストフードとか食べて、美味しい美味しいって言ってるのを、まあ、食べたいなとか思ったんですけど、うちの母親はそんなの食べたらダメだよみたいなことをいつも言ってて、実際家には、なんていうんですか、ポテトチップスとかね、そういうジャンクフード的なものは全くなかったんで。なんかお菓子もちょっと思い出したんですけど、自然食品の、なんかお米のおかきとかお菓子とか、そんなんがあった思い出があります。いや、今思えば本当にそういう母親がちゃんとした食事とかを作ってくれてたので、自分の今の料理の味覚につながってるってことは、まあ、すごく母親に感謝をしてます。特に、でも小学校の時とかは、やっぱりインスタントカップラーメンとか食べたかった。でも、食べさせてもらえなかったんです。で、ちょっと今思い出したんですけど、中学の後半ぐらいに、初めてぐらいにカップラーメン食べたんですけど、全然美味しくなかったっていう覚えを、今思い出しました。はい。アバンティ。はい。そして、まあ、やっぱり小学校の小さい頃からですね、車とかバイクとか、そういう機械とか大好きだったんです。で、右上の写真なんですけど、小学校の時の写真なんですけど、関西に世界の名車展示会みたいに来たんです。で、もう、それはもう、車好きの僕としては、もう、父親に頼んで連れてってもらったんですけど、行ったら、もう、そこら中に並んでる車がかっこいいんですね。で、写真の後ろに写ってる車は、これイタリアのランチャーストラットスっていう、まあ、車好きの方はちょっと知ってるかもしれないけど、かなり有名な車なんです。で、この車と隣にフェラーリが並んでたんですけど、もうそれを見て、もう、小学生なんですけど、子供頃にもうジーンと痺れてしまって、かっこいいと思って、もうこの車ってどこの国の車なんだろうと思って、なんか調べた。で、今みたいに、もうSNS とか、もちろんパソコンネットとかなかったんで、本屋さん行って、スーパーカーの本とか行って、調べたら、イタリア車と書いてある。で、そこで初めてイタリアっていう国を知りました。小学校の時に、
なんか、イタリアってかっこいい国なんだと思ったのをよく覚えてます。で、そこからですね、もうその車と、その展示会行った時に、車に出会ってからですね、かっこいい車とか、オートバイ、バイクとかね、がもう大好きになってしまって、中学卒業して、高校入ったんです。高校も正直行きたくなかったんですけど、まあ、両親に、高校は行きなさいって言って、行ったんですけど、まあ、正直勉強も好きじゃなかったんで、学校もあまり行かずにですね、アルバイトばっかりしてまして、まあ、そのアルバイトのする理由も、かっこいいオートバイとか車ですね、を買いたいがために、まあ、免許取るために、学校も本当ほぼ行かずにアルバイトばっかりしました。そして、真ん中の白い車があるんですけど、これ、日本の車なんですけど、当時、左下に赤いフェラーリがあるんですけど、この車がどうしても乗りたくて、でももちろん、まだ18ですから、買えるわけないんで、これに似た車を探して、白い国産車、フェラーリ Z って言うんですけど、それをこう、必死でアルバイトして買って、中古車で買いました。まあ、もう、それぐらい、なんですかね、もう、かっこいいものが欲しくてしょうがなかったね。アバンティ。そして、中古車で買った車なんですけど、それも、もう最初から、フェラーリの赤。もうイタリアってもう赤、情熱の赤っていうのが自分の中にかっこいいっていうのがあったんで、もう必死でアルバイトしてお金貯めて、白い車を、フェラーリの赤に塗り替えました。そして、もう高校生の時から、これあまりちょっと今言うと若い子に刺激強いかもしれないですけど、高校もこの車で通ってました。だいぶブーイングでしたけど、もう自分は乗りたくてしょうがなかったんで、高校の卒業式もこれで車で行って、先生に怒られたんですけど、もうそんなの関係ないみたいな。かっこいいからいいだろうみたいな。友達とかにも自慢してました。まあ、とにかく本当になんか、かっこいいのが好きだったんですね。もうそれしか多分頭になかったんです。でも親はそれを、まあもちろん知ってました。見てて、勉強、そんなのしてる場合じゃないから勉強しなさいってことはずっと言われてました。でもやっぱり自分の中ではそれがまたなんかね、逆にそう言われると余計勉強がどんどん嫌になっていく。そんな学生時代を過ごしてました。ワンティ。そして、まあ、ずっと高校入ってから、まあ、お金が欲しいんで、アルバイトをしてたんですけど、やっぱり飲食店のアルバイトが手っ取り早かったですね。で、皿洗いですね。で、まあ、当時今みたいに時給そんなに良くなかったんで、もうアルバイトも掛け持ちなんかして、ひたすら働いてました。で、カジュアルイタリアレストランとか、カフェとかですね。あとファミリーレストランとか、働いてたんですけど、その一軒の、まあ、居酒屋さんなんですけど、ちょっとこう、食材にこだわってた居酒屋さんだった。まあ、当時は全然わからなかったんですけど、そこの、で、飲食店にアルバイト行くと、必ずやっぱりまかないがついてる。で、そこの居酒屋さんのまかないで、この写真の、まあ、タイなんですけど、天然のタイの新炊きとか出てきた。もうそれがすごく美味しくて、で、本当に純粋な天然の味なんですね。で、多分それは僕が小学校、まあ、子供の頃から母親にちゃんとしたものを食べさせてもらったんで、この味が美味しく感じたんだと思う。で、本当にそこのお店はいい食材を使っておられて、マグロの切れ端とかを、こう、海鮮丼にして、僕、アルバイトの、学生のアルバイトの僕なんかに、まかない食べさせてくれて、どうだ、美味しいだろう、みたいな話をよくしてくれてたんで。で、もう、本当は、最初はお金が欲しいからアルバイト、もちろん行ってたんですけど、なんか途中からですね、そこのまかないを食べるのも、楽しみで楽しみで、なんか、もちろんお金も欲しいんですけど、もうまかないを食べに行くがたんたんに、アルバイト行ってたり。で、その時もやっぱりまだ、もちろんイタリアの車とかイタリアに興味があったんで、イタリア関係のお店のアルバイトもやってました。
カジュアルイタリアレストランね、に行ったんですけど、でも、そこはまあ、専門イタリアレストランじゃなかったんで、まかない、パスタとかもね、まあ当時は、茹で置きのパスタを、こう、なんか絡めるとかね、なんかケチャップと絡めるとかね。あと、いわゆるジェノベーゼソースだね、バジリコの。それも、乾燥のバジリコと青じそをこう混ぜたり、なんか、ちょっと色が濁ったようなソースをジェノベーゼソースとか出してたんですね。まあでも当時はそれが主流だったんですけど、でもそういうのをまかない食べても、全然美味しいと思わなくて、なんかイタリア料理じゃ美味しくないのかなとか、そんなことをちょっと思ってた。はい。まあ、とにかく学生時代に車とかバイクが大好きだったんですけど、アルバイト先のまかないが多かった、あ、美味しかったことによって、なんか食に興味を持ったのはもうこの時ですね。ただ、まだその時はイタリア料理の美味しさは知らなかった。アバンティ。そして、この時もですね、就職するんですけど、その前にですね、やっぱり父親に高校を卒業して、もう働きたいと、そういうレストラン関係、飲食店で働きたいと言ったら、まあ反対されました。まあもちろんそうです。家庭がそういう勉強を、まあ大学の先生とか高校の先生やってたんで、もちろん大学には行ってほしかったと思うんですね。ただもう僕はもう勉強はなんかもうする気は全くなかったんで、もうすぐ働きたい。で、もう大学、親に大学行けって言われたんですけど、行かないとはっきり言って、で、行かないなら専門学校とか行きなさいって言われたんですけど、言われたんで、あ、じゃあ調理師学校行きたいって言ったら、それはダメだっていうか、それは賛成しないって言われて、じゃあもういいっていう感じで、もう高校卒業してすぐに家飛び出したんです。それで、いろいろ探してるときに、なんか、就職雑誌に、イタリアレストランのパーサビアンカの就職の募集があったんですね。で、イタリアの車とか好きだったんで、もう一度なんかこう、そういうところで働いてみようかなと思って、応募して、パーサビアンカに入社しました。で、そのパーサビアンカっていうお店は、ナッシュシェフっていう方がされてるんですけど、京都にはイタリア料理協会っていうのがあるんですけど、元会長なんですね。で、老舗のお店で、ナッシェフはイタリアでも修行されてまして、本場のイタリア料理をやっぱりされるお店だった。で、そこに、もう正直言うとたまたまですね、雑誌を見て入って、ここのお店に行こうとかじゃなくて、イタリア料理にちょっとやってみようかなと思って行ったら、まあ、そこのまかないがまた衝撃で、もう僕は以前働いてたカジュアルレストランとかじゃなくて、もちろんスパゲティ乾麺も茹で上げたスパゲティをソースに絡めるんですね。まあ今であれば当たり前っちゃ当たり前なんですけど、もう当時僕はそういう料理を知らなかったんで、もう衝撃です。アサリのスパゲティ、こんなに美味しいんです。で、ナッシェフは北イタリアで、イタリアで修行されてたんで、手打ちパスタも得意だったんですね。で、ナッシュが作ってくださった手打ちパスタ。まあ、マケノニキターラとかそういうのは、当時日本ではあまりなかったんですけど、作られたパスタがすごく美味しかった。で、イタリア料理ってこんな美味しいんだと思い出した、ね。それで、修行しました。ただ、その時もまだ、やっぱり車とかバイクが好きで、かっこいいんで、この時もまだ車を乗り回してました。乗り回しながら、レストラン、パーサビアンカで働いてるって感じですね。アバンティ。そうしてるうちに、パーサビアンカ、ナッシェフはですね、年に2回必ずスタッフと研修旅行に行かれるっていう、そういうお店の作りをされたんですね。で、僕もたまたま、そういうイタリアに行く機会があって、まあ、積み立てしてたんですけど、行けるチャンスが来た。でもその時は正直言うと、イタリアのかっこいい車とか、オートバイのドゥカティとかが直接見えるんだ。そういうちょっとね、なんか、これ順じゃないですけど、そういう気持ちが、の方が強くて、イタリアに行ったのが正直なところです。ただですね、行くとですね、
もちろん研修旅行で行くので、ナシルが働いてるレストランに、こういろいろ食事に行くんですけど、最初に連れてってもらったイタリアがピエモンテだったね。ピエモンテ州です。大イタリアのピエモンテ州。そしたら、まあ日本でいろいろとこう、まあ感じてたイタリア料理っていうのは、やっぱりトマトとか、エビとかですね、まあスカンピとか、バジリコの緑とか、まあモッツァレラの白い鮮やかな、オリーブオイルのキラキラした。色鮮やかな料理がイタリア料理だみたいなこともちょっと思ってたんですけど、初めてピエモンテ連れてもらって、北イタリアの、まあ、名前、場所で言うと、ノバーラ地方のボルゴマネーロっていうところに、リストランテピノッキオっていうすごくこう有名な、リゾットが有名なお店があるんですけど、そこに行った時に出てくる料理が、全部ですね、なんかね、茶色とかね、こう、地味な色のお皿ばっか出てきた。で、これイタリア料理なの？みたいな感じで食べたんですけど、食べたら、もう、めちゃくちゃ美味しい。なんかこう、自分の中では、トマトソースのイタリアンとか、エビが乗ってるペスカトラだとか、そんなのがイタリアンみたいな、ちょっと思ってたんですけど、全く違ったんです。で、この写真もありますけど、リゾットなんですけど、これチーズとリゾットです。もう見た目、なんか、お米だけとか、何かわからないんですけど、もう食べたら、チーズの力強さとか、味深さが、ふわっとくるんですね。あと、このリゾットのアルデンテも衝撃だったのを覚えてます。で、当時、ナシェフも、ピエモンテ料理をされてたんですけど、やっぱり、今の時代と違って、その専門料理とかは、あまり受けなかったというか、難しかったのか、やっぱりお店では、やっぱりエビとかイカとか、アサリとか作った料理も出されたんで、そういう料理の方が僕の中ではイタリア料理かなと思って、ね。だからもう初めてピエモンテ行った時も衝撃でした。で、ここでもうかなりですね、かっこいいイタリアからですね、自分の考えが変わっていくのが分かりました。もう車好きは全然変わらなかったんですけど、もうそのかっこいいイタリアからですね、なんかかっこいいけど美味しいイタリアっていうのは、に変わったんですね。でも、そこで自分の人生がガラッと変わった瞬間を感じました。ワンチ。そこでですね、もうイタリアで、まあ北イタリアでいろんなレストランの食事食べたら、もうどこで食べても何食べても美味しい。でも、その研修旅行で、ああ、もう僕はこういう料理を作れるシェフに絶対なると決めたんですね。でも、イノシシ年なんで、もう決めたらもうそれに向かって突進なんです。なので、研修旅行から帰ってきて、また仕事を稼いでなんか仕事させてもらったんですけど、もうそこからはですね、もう料理一つです。もう車とかバイクもちろん好きなんですけど、もうこれは後でいいやっていうぐらいに、まあ、いつかまた乗れればいいな感覚で、もうイタリア料理に没頭する、そういう時期を、になりました。多分そこは自分の一番の料理の転機だと。アバンティ。はい。そして、やっぱりかっこいいは、全然、もちろんかっこいいイタリアとか、かっこいいと美味しいイタリアっていうのはずっとあった。で、やっぱり、以前は車の、イタリアの車の本とかね、オートバイの本が大好きだったんですけど、もう料理にはまってしまったら、もうそれしかないんで、車の本とか、そういう雑誌よりも、もう料理本をひたすら、もう片っ端から見出した。で、当時ですね、やっぱりシェフが、スーパーシェフが出だしされる、すごい活躍された時で、専門料理とか、料理用語ね、そういう雑誌に、いろんなスーパーシェフが出られたんですけど、日高シェフが、よく、そういう雑誌に出られたんですね。で、料理を見てて、ああ、なんかすごいなと思って、ずっと本を見てて、で、その時、カーサメーカーのナッシェフにお話したら、あ、日高シェフと同い年ってよく知ってるよ、みたいな話に、あ、そうなんだと思った。そして、ある時本屋さんで、右上の素材を生かしたイタリア料理、これを日高シェフが出版されて、買ったんですね。表紙に、
これアクアパッツァの写真が載ってるんですけど、この本パラパラって開いたら、アクアパッツァの、ほんとこう、写真が出てくる。で、それ見た瞬間に、うわ、この料理食べてみたいなと思ったんですね。それで、日高シェフ、那須シェフが日高シェフと仲良かったんで、お願いして、アクアパッツァに食事に行きたいとお願いして、予約していただいたんですね。で、まあ、ランチなんですけど、行きました。そこでまたですね、自分の料理人生で、衝撃の出来事がある。それは、アバンティ。で、アクアパッツァに食事に行きました。で、もう、まあ普通にっていうか、まあ期待、もちろん、憧れの店なんで、食事したんです。そしたら、パスタ料理にですね、アクアパッツァの、まあ、スペシャル料理なんですけど、カワハギのパスタが出てきたんですね。で、そのカワハギのパスタっていうのは、日高シェフが、イタリアの、マントバっていうところ、ダルペスカトーレで修行された時に、ナマズ料理をけど、それを東京に持って帰ってきて、アクアパッツァで、カワハギで代用した料理をされたんですけど、そのパスタを食べた瞬間に、むちゃくちゃ美味しかった。で、またそれが、昔、イタリアで、ピエモンテ料理食べた時に衝撃を受けた。あと、まあ、もっと遡れば、まかないですよね。まあ、アルバイト先のまかないがむちゃくちゃ美味しかった。そんな衝撃がバーンと来たんですね。でも、もう美味しくて、こんな料理作れるシェフになって、ここで、このアクアパッドで働きたいと思って、その場でですね、この当時西麻布のシェフがおられたんですけど、働かせてくださいってお願いしたんですね。はい。なんですけど、まあ当時、今もそうなんですけど、アクアパッドは当時大人気店で、僕みたいに地方からたくさんこう、働きたいってみんな来るんで、まあスタッフがたくさんいたんですね。で、もう僕が入る余地はなかったので、もうそのシェフに、ごめんね、今ちょっとスタッフいっぱいいるから、働きたいって言ってもできないんだよ、言われたんです。でもしょうがないんですけど、もう自分の中では勝手に働く気でいたんで、ショックで、泣く泣く新幹線で京都帰ったのを覚えています。なんですけど、またここでまた僕の人生がまた一変するんですけど、京都に帰ってから2、3ヶ月経ったぐらいだと思うんですけど、その西麻布のシェフからですね、電話がかかってきまして、実は新しいお店をするから、働き気があるので来ないか、連絡があったんです。もうそしたらもう僕的にはもう、働きたい、一回断られたお店から、働きに来ないかっていう、もうハイテンション。もう二つ返事で、はい、もうすぐ来ます。で、東京に行くことを決めました。まあ、それが、たまたまラッキーだったのは、千駄ヶ谷に、マンジャペースってお店がオープンするんですね。そこのオープニングスタッフとして迎えてくれるってことで、もうラッキーなことにアクアパッツァグループに入ることができました。もう本当に自分の中では、絶対無理だと思ったんで、なんか、今までに感じたこの、なんか、喜びを覚えたのを覚えています。はい。アバンティ。そして、まあ、これ、うちの長男なんですけど、実は僕、二十歳で結婚して、もう23、4の時に子供がいたんです。で、まあ、子供はいたんですけど、もう仕事に没頭しすぎたりして、もう子育ては本当に妻に任しっぱなしで、もう今でもそれは妻に感謝してるんですけど、仕事を一筋。で、もう朝から晩まで働いて、家帰っても、もう、子守とかもあまりせずにですね、家帰って、なんかパスタ作る練習とかですね、なんかそういうことを毎日繰り返しました。とにかく早く、こう、いい料理になって、早くお店をしたいと、ずっと思ってたんで、家庭顧みずっていうかね、もう今はもう本当に、その時は、妻には申し訳なくことして、ちょっと妻も育児の要領でなったりして、東京も離れることになったりもなってしまったんですけど、もうでもそれでももう料理が作りたくて、シェフになりたくて、
必死でやってたのを覚えてなので、なんかこう、アクアパッドですぐ仕事を結構いただけたんですけど、なんかそれなりには努力はしてたと思います。で、でもこの頃ですね、これ23、4なんですけど、やっぱりアクアパッドで働きながらもですね、先輩がこう、イタリアに修行に行ったりするんで、自分も行きたかったんですよ。で、修行に行きたかったんですけど、自分はもう、所帯に持ってたんで、もうそれは難しかった。なので、もうそれはしょうがないと。まあ、もう、結構、性格的にも、のししのしでさっぱりして、もうしょうがないことはしょうがないと思うと。で、もう、次はもう自分がお店をすることに、もう没頭しだしました。もうそのために、必死で勉強して、早く一人目になって、早くシェフになって、お店をすることばっかり考えました。アバンティ。そして、早くお店をすることを考えてたんですけど、まずアクアパッツァに行った時に、まあ、マンジャペーシーですけど、当時ですね、やっぱり専門雑誌とかにいろんなシェフが載ってたんですけど、結構皆さんがやっぱ凝った料理とかね、最新の調理法とかされてた、もう走りの時代だったんですけど、まあ、それに反してとか、もう、日高氏は逆に全く逆の調理法、もうシンプルに素材を生かした。もう野菜だったら蒸すだけですね。まあ、アクアパッツァもまさにその象徴なんですけど、もう素材をそのまま出すみたいな料理をされてですね。で、もう一番衝撃だったのは、マンジャペーシェの、お昼の前菜ですね。蒸し野菜っていう前菜があったんですけど、もう野菜を蒸して、塩とオリーブオイルだけでお客様に出す料理なんですけど、もうそれは僕からしたら、もう料理の勉強をしてやりたい若者からしたら、衝撃の料理でした。これで一皿出していいのみたいな感覚を持ってました。でも、それは、だから、野菜、有機野菜、ね、素材一つ一つを吟味して、いい食材をそのまま出す。もう、イタリアの原点なんですけど、それをされてたのが、すごく自分の中に衝撃を受けまして、改めて自分の京都の京野菜をこう思い出してですね、自分も、京都で地元の京野菜を生かした料理とかもするお店をやろうと決めました。で、当時は、もちろんお店はしたかったんですけど、もちろん料理しかしてなかった。やり方も知らなくて。あとですね、素材も有機野菜とか勉強したんですけど、野菜がどうやってできるかとかは、あまり自分で分かってなかった。で、それを勉強するために、京都の農家の方、仲良くなって、畑仕事を手伝わしました。で、お店をこうオープンする4ヶ月ぐらいは毎日畑に行って、砂利拾いと、ね、雑草抜きして、人参がどうやってできるかを勉強させてもらいました。アバンティ。そして、念願のお店をオープンするんですけど、もうお店をオープンすることしか考えてなかった。で、実際経営のことも何も分かってない。でもいろんなことがあって、もちろんお店するのお金かかるんですけど、そんなこと、お金を持ってなかったんで、もういろんなことを必死でやって、なんかいろんなことをやって、本当は25歳でお店をしたかったんですけど、28歳の時にようやくお店ができたんですね。で、まあその時はもう自分は何でもできる、料理はできるから、お店してもすぐ入るとか思ってたんですけど、当時ですね、お店、イタリアレストランとか、コースのプリフィックス料理が流行ってた時期で、お客様が、こう、ま、メニューだったら好きなもの、食べたいものを選べる。そういうお店が結構流行ってたんですね。でも、自分はなんか、こう、若28だったんですけど、やっぱりいろいろこだわった修行というか、食材とか触らせてもらったんで、お任せのコース料理だけとかですね。もう、自分の作りたい料理ばっかりを作るお店をしたんです。まあ、案の定、ね、もうそんな若いシェフが好き放題やってるお店なんかには、まあ、ほとんどお客さん近づかなかった。で、もう本当に2年間ぐらいですね、もうお店が閑古鳥で、もう本当にお店閉めないとダメじゃないか、ぐらいまで行きました。でも、なんか自分の中では料理人の、こう、なんか料理人魂、
妥協したくなる、ね。だから常にもう食材はいいものを使って、自分が作りたい最高の、その時、最高の料理を作り続けるっていうのを、信念を貫き通してね、続けてました。そうすると、やっぱり、少しずつですけど、そういう自分の思いを分かってくださるお客さんが増えてきた。で、ある時、もう、常連になってくださった方が、こんな美味しいより、こんないい食材使ってるお店が、お客さん来ないとおかしいとか、そういうことで、京都新聞に投稿してくださったんですね。若いシェフが食材こだわって、本当のイタリア料理を作ってるよ。そういうことを投書してくださったんですね。そしたら、もう次の日から、ね、お店の前に行列ができだして、もう電話も鳴りまくってですね。もう、あれよあれよとね、もう連日満席のお店になったんです。で、5年間ぐらい、お店して2年、5年間ぐらい、7年目までですね、もうずっと満席予約が取れないお店になったんですね。はい。それで、そうなると、やっぱり、まあメディアとかですね、専門雑誌とか、そういう、料理予告とかにも取り上げていただくことにして、そういう専門雑誌に載ると、やっぱり、まあ昔の僕みたいに、専門雑誌に行って、食事に来てくれる若い子が増えてきたんですね。そこで、まあ来てくれると、やっぱり食べて働きたいって言ってくれる若い子たち少しずつ出てきた。で、最初のお店は本当にカウンター主体の小さなお店だって、従業員を雇ったんですけど、まあもちろんもう雇える人数、限界があって、何人か断った。でもその時に、昔、僕が頑張って働きたいって言った時に、すごく働きたかったんですけど、まあちょっと、働けなかった。その時の思いが、わっとこう湧いてきた。そして、そこでいろいろとこう、いろんな思いが出てきて、働きたいっていう子がいるなら、働きたい子が働ける環境を作ればいいんじゃないか、思い出して、そうだ、店舗展開しようと思って、独立してから7年目ですね、8年目、9年、10年目に、もうポンポンポンとですね、お店を3つ作りました。はい。そしてもうスタッフもどんどん増えてきました。素晴らしい。で、そのお店を増やしたきっかけっていうのは、やっぱり、東京アクアパッド日高市ですね。その、日高市は、まあ、当時のことはあまり覚えておられないかと思うんですけど、結構その、日高市が、その時はもうすでにですね、西麻布、青山、千駄ヶ谷、用賀、もうお店を4つされてたんですね。で、日高市になんか何気なく、こう、どうしてこう、いろんなお店を作られるんですかと質問したら、だってその方が楽しいじゃない。いろんなお店があった方が楽しいじゃない。と、まあ、ポロッとおっしゃる、ね。で、それに似たようなことで、当時アクアパッカーを作ってたんですけど、各テーブルによって魚の種類が違うんですね。で、魚の種類が違うアクアパッカー。なんか僕からしたら、当時は、全席満席なんですけど、全部同じ、タイならタイ、イサキならイサキにしたのが、皆さん平等じゃないかなと思ったんですけど、日高市長にそういう質問をしたら、どうしていろんな魚のアクアパッツァ出すんですかみたいな。だってその方がいろんなアクアパッツァがあって楽しいじゃないおっしゃったんですね。まあそれが僕はもう自分が、店舗展開するときに、もうバーッとこう、ね、リンクしたんですね。それで、いろんなお店作りを作ろうと思って、今3店舗、プラスショップパニーノテから1店舗やってるんですけど、全部違うスタイルの、メニューも全部違うスタイルのイタリアレストランを展開してます。なんか、何気ない、そういう日高市の一言が今でも残ってるんあと、写真、ちょっとね、シチリアの海と大地の雑誌があるんですけど、これ、当時ですね、長本先生と日高市が作られた本なんですけど、なんかたまたま僕も厨房にいたんで、料理担当に参加させてもらった思い出の本です。アバンティ。そしてですね、まあ、お店が軌道に乗って、当時20代の時にイタリアに行きたかったんですけど、行けなかった思いが、またこう、また行きたいなと思って、
自分がお見せしてから、まあ、自由な時間もできるようになったんで、イタリア研修に行くことになりました。で、20代の時にイタリアの修行できなかったんですけど、もう自分が、僕は逆に自分がお見せしてから、イタリア修行を始めたって感じですね。で、20年ぐらいね、もう毎年イタリアには年に1回、多い時3回とか行ってましたけど、必ず行くようにしてました。まあ、ちょっとコロナ禍で空いた時期はありますけど、そしてやっぱり20年間行くと、イタリア人の友達もたくさんできて、で、イタリア全土回ったんですけど、回って分かったんですけど、自分には、ピエモンテのワインと、ピエモンテ料理がしっくりくるのが分かった時期があった。で、そこからは、もちろんいろんな州も行くんですけど、必ず毎年、必ずピエモンテは訪問して、そしてもうワインの作り手とかも友達になったりして、で、イタリア人シェフも本当になんか、僕はイタリアで修行してないんですけど、ピエモンテが好きだってこと分かってくるから、すごく仲良くして、なんかいろんなレシピも教えてくれて、すごい本当に僕としては今が本当のイタリア修行してる気分ですね。バンティ。そしてですね、僕もカーサビアンカ、京都のカーサビアンカでナッシェフにですね、イタリア研修、全部2回連れてもらったんですね。で、その時がやっぱり嬉しかったのと、やっぱり、ね、現地を知ってるナッシェフに案内してもらったんで、普段じゃいけないとことかも連れてもらったんで、そういう思いがあったんで、僕も自分の、うちのスタッフには、なんか、僕がよく知ってる、すごい素敵なイタリアを感じてもらいたいと思って、スタッフをイタリアに連れていくようになりました。で、今ちょっとスタッフが多くなったんで、年に1回じゃ間に合わないんで、年に2回ね、スタッフ分けていきます。でも、その2回は必ず僕も行くんで、ちょっと自分の中でラッキーだなと思いながら言ってます。バンティ。そして、今は、もう真ん中にイノシシありますけど、ピエモンテに通い続けてるきっか、あの、まあ、きっかけっていうか、なったのは、もうまさに本当に白トリュフですね。白トリュフの奥深さに、もう、ハマってしまいましてですね。もう、今も、もう20年以上ピエモンテ行って、他も入ってるんですけど、未だにこの白トリュフの魅力が、まだまだこう自分でも理解がまだまだで、毎年毎年勉強してるんですけど、もうどっぷりハマってます。で、もう白トリュフも本当に、京都で畑仕事した時も思ったんですけど、土壌によってですね、やっぱり野菜もトリュフも味とか香りとか形が変わる。そういうなんか土壌の、ピエモンテの土壌にももうすごく興味があって、もう毎年必ずレストラン食事ももちろん行くんですけど、そういう丘とか森に入って、ぶどう畑とか行って、土を触ったりして、大地の恵みを感じるようなことを自分で勉強しに行ってます。そしてですね、最初に長男生まれた時の写真があったんですけど、今隣に写ってるのが長男です。で、長男は、僕がイタリアに行きたいと思ったぐらい23、4の時に、実はもうイタリアに修行に行ったんですね。で、まあ、コロナで帰らされて、中途半端で帰ってきたんですけど、なんか今、長男28なんですけど、最近ちょっと話するようになって、来月、いきなりですね、来月、もう一回イタリア行ってくるって、なんか言い出したんですね。で、うちの長男もですね、僕と一緒で実はイノシシ年です。だからもう考えて思い立った。多分それしか考えて。で、ちょっと話したんですけど、イタリア行ってどうするのみたいな話したんですけど、いや、わからない。まあ、とりあえず行って、まあ、行った知り合いがいるから、知り合いのとこ行って、とりあえずイタリア行く。そういう感じで、なんかイタリアに行きます。だからちょっとそれがね、最近自分に似てるなと思って、ちょっと嬉しかったことではありますね。で、今回は、前回は僕はサポートしたんですけど、今回は、ね、自由にやってもらいますね。息子のイタリア人生を楽しんでもらえたらいいなと思います。そしてですね、まあ、お店を今24年間続けてるんですけど、まあ、当初、僕はお見せするときも、この仕事するときも、お店するときも、父親とかにはあまり賛成はされなかったですね。はい。でも、
ある時なんかお店をして、に、父親とか母親を、まあ、食事に呼んだら、なんか、美味しいな、前の作り美味しいな、みたいなことになって、なんか、当初はもう、本当に全く猛反対したんですけど、今では、父親、母親は、うちの大顧客ですね。なんか、友達とか紹介してくれて、もう、すごい大宣伝してくれて。まあ、本当に、当時は、父親、母親には勉強しろ、勉強しろって言われたんですけど、逆にその時勉強しなかったんで、今の自分があるっていうのは、もう本当にそうだと思うんで、父親と母親にはもう感謝します。アバンティ。そしてですね、やっぱり自分はですね、もう何回も言いますけど、イノシシ年で、もう常にですね、なんか新しいこと、先のことを、なんかいろんなチャレンジをしたいんですね。で、この今年の10月なんですけど、京都大丸百貨店の8階にですね、新しいお店を開けます。それはもうラ・リゾッテリア。リゾット専門店ですけど、このお店を開けることを決めたんです。で、そのきっかけも、まあちょっと話戻るんですけど、初めてピエモンテ行って、ラッシェフに、リストランテピノッキオというリゾットの有名なレストランに連れてもらって、リゾットってこんな美味しいんだ、衝撃を受けたのを、もう今でも覚えてるんで、それをですね、京都の、まあ、日本の皆さんにちょっとご紹介したいなと思って、今回はリゾット専門店にしました。まあ、それは、うちが今、リストランテと食べるのと、ピッツェリーで、パニーノテがあるんで、5号店としては、リゾット専門店にしようというふうにして。はい。で、まだまだですね、これを鍵にですね、まだちょっと次の展開なんかも、自分の中ではですね、どんどん湧いててね。で、それは、まあ、もちろん僕が考えるんですけど、やっぱり、集まってくれるスタッフがですね、いるので、こういうことができるんで、もう今、現スタッフ、OB スタッフなんかにも、本当感謝です。まあ、みんなと一緒にですね、これから日本のイタリア料理館をね、どんどん盛り上げていきたいと思ってますので、また応援の方でよろしくお願いします。はい、シェフ、ありがとうございました。